こんにちは、パンデミックデザインの日野翔太です。今回いつかノットカムという作品を、作演出させていただきました。今回の作品がですね、元映画館というところで、行われていてですね、お客さんと一緒に時間を共有する、まあ、基本的に、演劇って客席と舞台に分かれていると思うんですけれども、なんかそういう境界線がなくなった、パフォーマンスとして、今回、公演というか、まあその、この作品をお送りさせていただきます。まあ、本当素晴らしい役者さんたちと、スタッフさんたちと、囲まれて作品を作っておりますので、こういう時期ではございますが、現代を切り取った作品になっておりますので、そういう時期に、皆様と、同じ時間を共有できたら、いいなと思っております。元映画館でお待ちしております。よろしくお願いします。